ということで、なぜか知らないけど、僕また梅影さんと飲んだんですけども、ふっかるだな。ウエム株式会社のここがすごい。社長がふっかる。あれ、なんで来てくれたんだろう。ヤクザさんがね、その日になんか飲みに誘ってくれて、ヤクザさんと一緒に実家組を組むのかなと思ったら、実家組いなかったのね。なんかヤクザさん単品で来たわけよ。気まずいんだけど、市役でヤクザさんと一対一で喋るとか、ちょっとあの、なんか、おほーってなっちゃうから、ヤクザさん単品で来た時にね、やばい、ちょっと走って帰ろうかなと思ったんだけど、ヤクザさんと一対一だったら、ちょっとあまりにも話が盛り上がらなかったもんですから、誰か呼ばないかみたいな話になって、あ、梅影さん呼ぶかみたいな感じで、急に最終容疑。一番最初に出てくる名前が梅影さんなんだ。梅影さんなんか会食みたいな感じでなんか来れなかったんですけども、なんとその会食終わりに来てくれたのね。暇なのか、家帰りたくないのかな、家族仲悪いのかな、もしかして家に帰りたくない系男子って思うぐらい、なんかふっかるになんかさ、その当日の呼び出しに来てくれたんだけどもね、なんかそこだよ話でちょっとやっぱ思ったと言いますかね、なんかサイレントのお母さんの気持ちになったら意味わかんないと思うんだけど意味わかんないと思うんだけども、ヤクザさんと僕と、あと途中でなんか水角さんも来たら、あれ水角さんいたよね、あれ僕の幻覚じゃないよね、あれ水角さんいたよね、あともう一人女性がいまして、5人で飲んでたのね。だからその時に僕さ、結構なんかさ、どこでもさ、ババアキャラだけどジジイ得意なんだよねみたいな感じで、お酒さえ入ればジジイとうまく喋れますよみたいなアピールをしてたじゃないですか。梅なんとかさんのことジジイって言ったわけじゃないですからね、色変わるんだ。梅なんとかさんを笑わせているみたいな気持ちになっていたんだけども、ね、僕隣にいる時も梅なんとかさん笑ってくれたから、僕なんだかんだやっぱりジジイと喋る得意なんだろうなというふうにずっと思ってたんだけども、トイレ行ったのかな、僕わかんないんだけど、なんか知らないけど席がローテーションしまして、なんか合コンと思ったら席変わってねえわ、多分俺が割り込んだのかな。その梅なんとかさんの隣に女性が座ったわけでございますよ、ね、女性が隣になった瞬間にやっぱり梅なんとかさんの笑顔がやっぱり弾けたと言いますか、なんだこれ不倫とかなんじゃないかね、いかがわしい女性とかじゃないかね、あのちゃんと仕事の人だから、仕事の上の人だからね、なんか僕と隣でさ喜んでいたと思っていた梅なんとかさんがさ、女性と隣になった瞬間に本当に子供みたいになんか笑ってる姿を見て、あ、女性にはかなわないなっていう風に思ってちょっと一瞬絶望したんで、でそれであのサイレントのお母さんの気持ちになったの。サイレントのお母さんってさ、なんかさ名言あるじゃないですか、あの何かを楽しむことよりも何かに傷つかないことを優先して欲しかった、でも楽しんでいる顔を見るのが一番ホッとするっていう名言あったじゃないですか、それと同じ気持ちになって僕と隣にいる時の方が笑顔でいてくれると思ってたんだけども、実際女の人と隣に梅なんとかさんが座った瞬間に、あ、やっぱ男の人ってやっぱりそっちの方が楽しいんだなっていう風に思ったっていう。え、待ってごめんなさい、サイレントの要素どこにあったの。ヤノンです。今日の動画は受験のやらかしってことでね、まあ、実際受験シーズンだと思いますけどもね、でも受験の話になると僕本当にもう腐るほど言いたいことがあるんですけどもね、だから僕がどういう失敗談をしてきたかっていうことを発表することによってね、みんなに元気を持って受験に挑んでほしいなっていう風に思っています。ヤノンの受験でのやらかしその1、受験会場に同級生がいる。え、これ本当に不登校の子気をつけてくださいね、不登校だけど受験頑張るぜの方々、あの受験会場にいたらそこになんかクラスの人がいるみたいなこと結構ザラにありますからね、学校別に分けられたり、あと科目別にね、これ選択科目正規だったわけよ、正規でただでさ人数少ないのね、日本史世界史正規で分けられた時の正規の人数がすごい少ないから、そのクラスに行ったら同級生がいたんです。しかも正規選択のやつってね、あの一番科目でなんか勉強する数が少ないわけ、やんちゃな人が集まりやすいのね、正規と科目、部活引退組とかさ、そういうの正規ってごついやつが来るんだけども、そいつが早稲田の時にいたんですよ。なーに、不登校の時にさ、その模試の会場行ったら、あれは相模大野だったな、相模大野の受験会場に行って、寸大模試だか知りませんけども、そこに行ったらなんかさ、じゃあ列に並んでくださいねって言ったら、そこになんか僕の同級生がいて、そこでブチしたことありますわ。でもどうして受けた後に早稲田の、早稲田受けたの、早稲田の一番最初の学部があの法学部だったのね、法学部の受験会場に行ったら、同じクラスの子が一人いたわけよ、ね、M 君っていう子がいたのね。あの正直僕当時全員だったからでもその子ね、結構なんか学校の中間管理職っていうか誰とでも仲いいですよみたいな感じで、これ不登校の僕でも結構気兼ねなく喋りかけてくれる系の、あの中間管理職系で、その子が僕が来た瞬間に喋りかけてくれたわけよ。え、七尾いいんじゃんつって、不登校の僕に喋りかけてくれるんだ嬉しいという反面、うん、あと当院生が喋りかけてくれるんだバーガーって話、あの受験の感じどうって言われて、ちょうどそれ喋りかけられたタイミングの5分前に僕同志を受かったことが発表されたわけよ。あの話聞くと、 M 君は僕に話しかけてくれた段階で、あのマーチとか全滅だったらしいのね。でマーチ全滅でって言われて、その時に僕は同志を受かってる通知が来たから、あのこれいいのやめよう、ちょっとこれさ、あ、これエッセイで書いてるわ、今すぐ予約してください、こんな宣伝の仕方あるんだと思うけど、あの早稲田法学部の試験会場が一緒になった M 君に対して僕とんでもない嫌がらせをしたんです。エッセイに書いております、僕が本当にゴミみたいなことをして、本当に不登校でなんか人間関係を切って勉強していると、こういうゴミ人間になる可能性がありますよっていうことがエッセイに書いております。僕が M 君に対してどんな嫌がらせをしたのか、今すぐエッセイ予約してくださいね。受験期のやらかしその2、中央法の試験中レミゼが流れる事件これさ、中央の法学部はちょっと受けたんだよね、全然行きたくなかったから、まあ弱気出して落ちたんだけど、弱気って言葉なんか小学生ぶりに言った気がする。僕んちあのマジダメだったんだけどもね、中央の方だけは良かったわけよ。正直僕同志しか行けなかったから、実家から離れるっていうモチベしかなかったから、僕正直あの同志あの法学部、待って、窓の外に人がいる、どうしよう、だって動くのやめよう、ちょっとフィギュアだと思う、動いたらちょっと何やってんだこいつと思われるわ、人形のふりしよう、人形のふり、こういう天使の人形です、はい、ごめんなさい、はずいな人形のふりしたからセーフだったと思うんだけど、これマツコデラックスもやってたな、タワーマンで全裸でウロウロしてたら窓拭き掃除の人が来ちゃって、窓拭き掃除の人に全裸の姿見られて恥ずかしいって思ったのか知りませんけど、なんか微動だにすることなくね、人形のふりをするってマツコデラックスがやってたらしいんだけども、それやりましたよ、僕天使の人形のふりをしました。てかカーテン閉めろ、どうしたしか行きたくなかったから、ね、家族から逃げるってことしか考えてなかったから、中の方なんてマジで行く気なかったんだけど、僕って何度も言ってるかもしれないけど、流れ勉強しかしないわけよ、スイッチ切り替えられなくて勉強時間ゼロになることよりも、だらだら流れ勉強でもなんか、まあ、30分でもした方がマシだっていう考え方だったから、スマホでなんかいろいろラジオとか聞きながら、動画とか見ながら、いや勉強してたんだけども、
いかんせんやっぱりさ、その時は僕なんか可愛かったからさ、あの通信制限っていうものを気にしなくちゃいけなかったわけよ。だから通信制限が終わりになったらやっぱり動画が見れなくなっちゃうから、DVD プレイヤーを買ったんですよ。こういうパソコンみたいな感じで、ここになんか DVD の CD 入れれば見れますよみたいな感じです。僕タリーズでね、その DVD プレイヤーにビリギャルの DVD とか入れたりしてね、ビリギャル見ながらタリーズで勉強するみたいな似た客みたいなことやってたんだけども、その DVD プレイヤーが中央の方角部の時にあの流れてしまったんでございます。あれは忘れてもしない英語の時間ですね。英語の時にかすかに俺のカバンから音が聞こえるわけよ。 Do you people hear sing sing a song angry man。 現状で会ってくれると思ったんだけどね、僕の隣の方々もずっと俺のことを見るわけよ。だからお前がカンニングでバーこっち見んなと思ったんだけども、試験中にカンニングでさつまみ出されるんじゃなくてさ、あの試験中にレミゼ流してつまみ出されてるのかもう意味わかんないじゃないですか。こんなことがあっていいわけがないと思ったから、僕あの現実逃避ね、あこれは僕の現状なんだ、英語を受け続けたんだけども、やっぱり聞こえるわけよ。 Do you people hear sing sing a song angry man って聞こえるわけよ。桐蔭学園から参りました7割っぱな YouTuber、 試験中にレミゼを流して退場みたいな感じになるの嫌だったら、カバンをちょっと開けたらやっぱりあ DVD プレイヤーから曲が流れてる。そっとカバンにうんっていう腕突っ込んで、その DVD プレイヤー開いたらさらに爆音が上がっちゃうと思ったから、イヤホンを探して、そのイヤホンをその DVD プレイヤーにぶっ刺したの。待って、また人がいる。イヤホンを刺すことによって音を消したんでございますね。でもイヤホンからは若干そのレミゼの曲が流れてるわけよね。さすがにあれは俺しか聞こえないと思う。あの今イヤホンから漏れ出るレミゼの曲ね、試験やりながら聞こえんなと。で落ちました。はい、みんな中央の方難しいから気をつけてね。帰ったら家に父親いて号泣事件。 お父様が学歴中すぎて、そんな学歴中のお父様となんか同じ屋根の下で受験勉強なんてできませんみたいな感じの、それが僕ら三兄弟の伝統なんだけども、受験期っていう一番大事な時には母方の祖母の家に行くわけでございますよね。お父様と会ったらもうストレスがやばすぎるから、ね、どうしたの試験中とかさ、感想を聞きたかったのか知りませんけども、さすがになんかいても立ってもいられなかったか知りませんけども、僕のお父様が受験疲れて帰ってきたら、そのおばあ様の家にお父様がいたの。俺それ見た瞬間に号泣して、本当に帰って、何のためにこのおばあさんの家に居候してるか、おめえに会いたくねえから、おめえとか言っちゃったけどごめんなさい、てめえに会いたくねえ、この家に来てるわけ。意味わかる？これさ、こんなこと言ったらお父様悲しむかもしれないけどさ、で本当にあの時父親は嫌だったな。受験期の父親の悪口で言うと本当にもうね語り尽くせないっていうか、本当にもう2時間番組なんだけど、受験番号流出事件ってのもあるんだけども、受験票の番号を僕絶対お父様に教えたくなかったわけよね。同社の合格発表とかって僕絶対自分だけしか見たくなかったから、お父様がこそこそなんか俺よりも先にしたなんかこそこそ俺の合否を調べてなんかさ一喜一憂してるのを想像するとこいつはダメだったかみたいなことをなんか言ってんのかなと思うと、本当にマジで嫌するから、絶対受験票とかお父様に見せなかったわけよ。でしかも僕ってあの同社の経済学部からの合格発表の日があの早稲田の法学部の試験みたいなかぶってたから、その時に俺が早稲田の試験受けてる最中に同社の合否発表がされるわけよね。早稲田受けてる時になんか僕の合否発表を勝手に見て一喜一憂してさ、ああだこだしてんのかなと思ったら本当にイライラするから、もう絶対に受験票だけは絶対にお父様に見られないようにしてたんだけど、まあ、僕のおばあ様が教えたっていうか、お父様が一回祖父母の家に来て僕の受験票をなんかこそっと見たらしくって、なんかそれを僕のおばあ様も許してたんだけど、あ本当にこそこそすんな、お前ら。こそこそすんな。こそっと僕のおばあさんの家に侵入することによってなんか見てたんだって。見て、写メ撮って、それで勝手に僕の合否発表をスマホで見て、早稲田の試験で母扱いだってなった時に、なんかお父様から電話来て、なの、お前、どうしたおめでとう合格だみたいな感じで、電話だったかなメールだったかな、それでなんかそれが来た瞬間に俺もまた号泣ね。こそ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 さ、まだ今試験中なんだけど、つってイライラすんな受験終わりになんかお守り返しに行けと言われ号泣事件ってのもある。受験中になんか僕のお父様がなんかもうお守りを買ってきたのね。合格祈願みたいな感じでね。いいお父さんじゃんって思うかもしれませんけど、まあ僕にとっての一番の合格祈願はお父様と会わないことなわけよ、ね。お父様と受験期に会ったら本当もうその日一日動けなくなっちゃうから、本当に受験期の僕にとってお父様って本当にとんでもないストレスだったわけよね。そんなお父様がおいナノーっつって祖父母の家に来て、これでお守りだっつってなんかありがたく思えみたいな感じでね、お前のためになんかお守り買ってきたぞみたいな感じでさ、俺その日もうお父様と会っちゃったからもう何も勉強で手につかなくなっちゃって、もう早く帰ってお願いだから帰ってみたいな感じで、実際合格しまして、学業成就が叶ったからってことでお守りをなんか奉納しなくちゃいけないみたいなね、なんかすごい信心深くない僕の家族。僕の家族信心深くて腐って感じなんだけど、それで僕のお父様がお守り絶対神社に返納してこいよって言われた瞬間で俺号泣したら、お守りは俺にとって邪魔でしかなかったからね。お父様が勝手に買ってきたお守りをお父様が勝手に僕に会いに来て、その日僕一日勉強できなくなっちゃうぐらいストレスだったんだけども、そのお守りはお前が責任を持って神社に返納しろって言われて、そのお守り本当にストレスでしかなかったんだよ。俺受験会場のお守りとか持っていかないし、俺本当に神界隈興味ないから、お守りのおかげでお前は受かったんだよみたいな口ぶりでさ、返納してこいよって言われた瞬間で号泣したの。青学補欠男と縁を切る事件ってくる。流れ勉強なもんですから、やっぱりなんだかんだ学びの速度は遅いわけでございますよ。ずっとなんか高3の夏まで部活やってたやつがオンって僕追いつかれるっていう経験すごいするわけよね。ながら勉強勢って。で、高2の夏から勉強してたんだけども、なんで高3の夏から勉強してた子が青学に受かるの悔しいみたいな気持ちでいたから、悔しいと思ってた時に僕はその子が青学落ちたって言われたわけよね。よっしゃー友達でした。親友でした。全ての受験が終わった後に、その子がなんか補欠合格発表されて、補欠で青学受かったの、そいつが。で、俺、縁を切りました。ね、ほんと受験期って本当に人間性終わるからみんな気をつけてくださいね。次こちら、スカイツリーの遠近法にやられる事件。同社で京都の大学なんだけど、まあ、さ、受験会場は東京にあって、東京勢の受験会場が確か両国だったのね。朝5時ぐらいに起きて、清澄白河っていうところまで行ってね。だから最近なんかさ、ホラゲの舞台がさ、なんか清澄白河って言われた時に俺本当に胸熱な気持ちになって、受験会場に行く時に乗り換えた駅だと思って、ホラゲの会場に咲いてるんだけどと思って、清澄白河から両国に行くみたいな感じだったんだけども、その両国からね、スカイツリーが見えたわけよ。試験の僕1時間前には僕絶対着きたかったんだけども、1時間前だからなんか中途半端で暇だったのね。両国からスカイツリーが見えたから、あちょっと散歩がてらスカイツリー行ってみるかって言ったら、本当にもう
砂漠のオアシス、あんなに近くにあるように見えるスカイツリーが永遠に着かないので、いつの間にかなんか40分ぐらい歩いちゃって、でもスカイツリーに着かないわけよ。スカイツリーあれ幻覚やと、いつ始まってもスカイツリーに着かない。戻ったとしても試験に間に合わない、どうしよう、タクシーだと中途半端にスカイツリーまで行って、スカイツリーに着かなかった上にタクシーで会場に戻るって受験の前にスカイツリー見ちゃダメだから、近いように見えてスカイツリーめっちゃ遠いから。 AKB のショールームがやめられない事件、そうですね、僕の事件期ってAKB がショールームをやりまくってる時期でございましたね。めっちゃ受験の音も見やすいわけよね。その生配信ってさ、なんかちょうどよくつまんないわけよね。あと今で言うとさ、インスタライブの無断転載、なんかジャニーズのスマイルアップとかのさ、インスタライブのアーカイブとかってさ、いい意味でつまんないじゃないですか。ずっと設置しておいて、なんか勉強のつまみになんか見るみたいな感じですごい快適じゃないですか。推しのインスタライブとかね、 BL ドラマの主演2人がなんかインスタライブでコラボしちゃいますみたいな感じで無断転載ね、あれなんかすごい勉強の音じゃないですか。僕の時にはね、差島ゆきりんがね生配信やってまして、なんかシングルを出すたびにね、ラブとリープの時期、あとハイテンションね、テンショ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 ンの時、タッシーとマユとゆきりんがニコ生で配信して、あの配信が一番めっちゃバカほど面白いんです、うん、これやらかしではないですね、これ逆におすすめだわ。生配信系を見ながらのインスタ勉強おすすめですよ。中田勉強勢にはね、受験前日に姉と無事喧嘩っていう、これ言うかな、これ姉の話すんのやめろって言われてんだよね。私のこと動画で話したよね、30万円ちょうだいってまた言われるかもしれないんだけど、まあ、家族と飯食うかみたいな感じになったんだけど、まあね、受験本当に大変だから受験を頑張ってた姉のこと僕尊敬するわって言ったわけでございますよね。みんなが笑ってくれるかなと思って、まあお姉さんお前のことは尊敬してないけどなって言ったわけでございます。これみんな笑ってくれるのかなと思ったら無事で、やばかったの、ほんとに。やばすぎる。やばい喧嘩が起こったわけ、ね。しかもこの喧嘩が面白いことにね、僕が大学3年ぐらいまで続きまして、人生で仲直りしたことがあるのって、僕ほんとにね、お兄様だけだから、お兄様以外の人間僕仲直りできないのね。高3の時にしたちょっとした大喧嘩が、大学3年生まで続きました。大学3年4年ぐらいまでずっと気まずかったお前のことは尊敬してないけど、まさかあの一言でこんなに家族が崩壊するとは思わなかった。みんなやめてくださいね、兄弟に向かって。お前のことは尊敬してないけど、元気に家族死にまくる事件で、これエステ読んでください。僕学生時代家族死にまくったんです。はい、以上。がさ、その死んだ一人になんか僕のさ、母方のおばあ様の家に行ったって言ったじゃないですか。高三の夏休みの始まりとともに僕はそのおばあ様の家に行ったわけでございますよね。そのおばあ様の家に行った時はおじい様もいたわけよね。でもその時本当にもう病気でもうすごい用事帰りしてて、そのおじい様があれ本当にすごかったな。で僕がそのおばあ様の家に居候して数ヶ月でそのおじい様亡くなりました。本当に焼き病神っていうか謙遜しすぎたお通夜事件っていうのは同志社の試験で、ちょっと待って本当にカーテン閉めるね、ちょっとすごい人が見てくる。同志社の試験が一通り終わった後にね、僕のお父様がねその おばあ様の家に来てね、おます、ね、今すぐ帰れ、受験どうだったかって聞いたわけよね。手応えはまあまああったんだけどさ、あれは受かりましたねみたいなこと言えるわけないじゃないですか。それ受かりましたわみたいな感じで調子乗った発言言った後に、まさかの不合格だったらさ、本当にもういたたまれない、もうダサすぎるから、それじゃ謙遜するじゃないですか。どうだろうね、難しかったって、すごい試験結果謙遜しまくってたら、その謙遜してる僕の姿を見て、その お父様が、あ僕あこいつ不合格なんだっていう風に決めつけちゃって、祖父母の家ではダメだから、もう一回七尾は実家に戻して、その七尾が浪人するときに勉強しやすい空間を作るためにみたいな感じで実家の僕の部屋を改装し始めたの。まだ受験真っ只中ですよ、マスターとかもあったんだけども、そんな中俺は落ちたんだって決めつけて、で、ムーブをしたの、あの人。それで僕号泣。まだ俺生きてるにも関わらず、俺のなんか葬式の会場をセッティングしてるようなもんです、あれ。塾の熱血系の先生に名前忘れられる事件って。当時に感じたわけよね。基本的に個別なんだけども、受験は団体競技だ的な考え方もちょっと持ってるのか知りませんけどもね、週に1回ぐらいなんかさ、5人ぐらいかき集めてなんか、ミーティングみたいなのやるわけよね。当時に入った瞬間はそのグループ良かったわけよね。その塾の先生も女性だったからね。グループのメンバーもなんか女子がいたから話しやすかったんだけども、一回なんかさ、クラス替えみたいなやつが始まったのに、なんでさ、塾の分際でそんなクラス替えみたいなさ、ストレスかかることやんのと思ったんだけど、クラス替えした瞬間にグループのチャーターチューターっていうんだっけ、あその人が男に変わったの。男に変わった瞬間にもう僕もう絶対来ないと思ったんだけど、先生が男に変わった瞬間もキモいなと思ったんだけども、周りの人間も全員なんかゴリゴリさ、何度も見てるかもしれないけど、僕正規だったから、正規って本当に部活引退組が結構選ぶわけよ。水泳部から引退しましたとか、サッカー部引退しましただから、剣道部引退しましたみたいな感じのゴリゴリの男が管になっちゃって、だからもうこのグループミーティング絶対行かないわと思ったんだけども、その先生も先生で熱血で俺のことすごい下の名前呼んできたわけよね。七尾つって、俺はこのグループを仲間だと思ってる、一緒に受験戦っていこうねみたいな感じで、それが受験の2ヶ月前ですわ。で2ヶ月後受験が終わりました。受かった瞬間もう当身1回目行かなかったから、みんな受かった子ってなんかその当時にお礼参りじゃないか、お礼しに行ってなんかそこでなんかここ合格しましたみたいな感じで写真撮るんだけど、俺そういうやつしゃらくせえな、当時のおかげではなくて僕の力ですからねっていうなんか謎のプライドがあったのか知りませんけども、当時のおかげで受かったと思わないでください。受験が本当に性格ゴミだから気をつけて。そしたら電話がかかってきて、さっきの熱血の先生ですよ、熱血の先生がかかってきて、もしもしって言ったら、僕の名字が藤原だとしたら、藤原さんでよろしいでしょうかって言われて、名前忘れられたってなんか一方的にショック受けて喋って思ったわ、俺が悪いね。あんな熱血な感じで七尾の名前言ってたのに2ヶ月で忘れられて、名字でさん付けで呼ばれた瞬間に、あそんなものね高校の図書室で女子大なんか本書いて若干いじめられる時期。僕の高校男子校だったんだけども、そもそもその高校でなんかあるあるですね、もう女男みたいな感じでね、女男キモみたいな感じでよく言われますよ、本当にすいませんね、本当に。でも正直何とも思わないんだけどね、保育園小中高大もうどのグループに行ってもね、女男キモって言われるもんですから、どのグループに属した瞬間ね、2秒でお前女男だキモって言われるから、まあ、正直何とも思わないんだけど、俺にとってはお前女男だキモっていう発言と、あ初めましてこんにちはって同義語なんだけども、うん
まあそんな感じで高校でも若干僕女男だみたいな感じで言われてたんだけども、それをいじめだとは全く思いませんでした。もう慣れっこですから、もう俺が人生で何回言われたと思ってんの。おはようございますより言われてるからね、もう何とも思わないんだけども、ね、僕に向かって女男だっていう感じの空気がある高校の中で、僕が高校の図書室で女子大の赤本を書いたわけでございますよ。正規の問題だけはちょっとためになるかなと思って女子大の正規を解いてたわけでございます。そしたらそれを見ていた高校の同級生が、なんで女子大の問題解いてんの、え女子大行くつもりなの、やっぱお前お駒なんだキモって言われました。忘れてませんからね、あなたの名前とかを浪人してマジ行きましたね、忘れませんからね。はい、ということで皆様からデータありがとうございます。グループ面接の時横の人のことをがっつり見てしまった。グループ面接とか懐かしい。俺さ高校受験正常だ、正常の推薦でグループ面接やったことあるんだけど、受験する生徒だけでなんかある議題に対して話し合うみたいな感じ試験があったんだけども、誰もが全員なんか視界を奪い合うの、なんか視界をゲットした人間が成績高いと思ってたんでしょうね、その時の中学3年生のみんな。はい、では回していきたいと思いますみたいな感じで、みんながタモリさんになろうとしてたわけよね。ではあなた何か意見ありますかって急になんか MC やった子がいて、でそれをMC で振られた子も自分の意見言ったと思ったら、ではあなたはみたいな感じでまた MC のマイクを奪ってみんなが MC やりまくるわけよ。俺それでビビって、あなたはって言われた瞬間にもう別にみたいな、みんながタモリさんなんか一人だけなんかさわしでリカで落ちました。成城学園忘れませんからね、成城学園。あ面接の最後に失礼しました言わなかった気がする。あこういうの気にするよね、なんかノックの回数とかね。あるオーディションに僕ね参加した、違う参加したんだけど見学させてもらったことがあるわけよ。でそこのオーディションで結構なんか俳優の卵みたいな子もいれば、なんか元アイドルの子みたいなわけよね。元アイドルの子やばい、面接の態度。周りみんなお弁当食べてるのに私だけコンビニのパンで悲しかった。ああそうね、なんかお弁当食べる人いるよね。受験期のさ周りのお弁当の匂いすごい苦手だったな。バナナとかイチゴとか食い始めるバカいんじゃん。うん、俺果物全部食えないから本当にやめてくんねえかなと思ってたわ。リスニング中に咳が止まらなくなった。妨害工作家の騒音が気にならないとかもそうなんだけどもさ、全然周り気にならないんだよね。てかどちらかというと俺が邪魔してるぐらいのとこあったかもしれないわ。お母様と僕同じ癖があるんだけどもね、僕喉が痒くなると喉鳴らす癖とかあったわけよね。ってやって、僕と僕のお母様しかやんないんだけども、で僕試験中にだから僕の隣の人はずっとって音を聞きながら勉強してたのかなと思うと本当にごめんなって思うし、あともう一個僕耳抜きする癖もあって、これ本当にみんな俺の隣になってよかったね。試験中俺の隣になったの5秒に1回ぐらいで、謎の隣に豚がいるんだけど、ツイッターでなんかさ、晒し上げるってないよね、僕。面接で好きな偉人を聞かれ、徳川家康と答えたが、緊張しすぎて、平和にしたからです。なぜ尊敬してるんですか？平和にしたからです。高校受験くらいの時になんかさ、大河がその時、黒田官兵衛で、尊敬する偉人はって言って、黒田官兵衛ですって答えたことあるわ。なぜですかって言われて。頭がいいからですバレめちゃくちゃ静かな受験会場で昼時間にお弁当のトマト転がって取りに行けずにそのまま放置。なんか机の中何かあるか調べてくださいって言われて、よくあるじゃないですか、バーンって机の中に手突っ込んでガタガタってやるやつね。あれも僕例に漏れずあれやろうとしたら中に、ね、なんか他人のお弁当書いててそのお弁当の中に手突っ込んだこと寝ちょって言ってベロベロつって誰ですかこのお弁当はつって高校の推薦の面接でこの学校に入ってやりたいことは何ですかと聞かれ、友達を作りたいですって舐めてんの羽が一枚落ちた、かわいと分からなすぎて独り言言ってた。あーでもね、多分俺も独り言言ってんだろうな。おーんとか言ってた、どうしよう文章を口に出して言っちゃう人いるよね。面接で嘘ついて韓国語喋ることになった。あー分かるよ、俺も嘘つきすぎて青森出身になったことどういうことなんだろう、俺青森県出身になったんだけど全然神奈川県川崎出身になったんだけども、なんかじゃないけど青森出身ですみたいな。イヤホン合わなくて爆死。あーイヤホンでリスニングやるやつあるよね、あれびっくりするわ、うん、シンプルにテストの裏面に気づかず爆睡かましたよかった。あーこれあるよね、これさ試験ではなかったけど模試とかで両面あるんかいみたいな。2日連続で時計忘れて、あ時計とかあったな、あったね時計忘れるっていう。あの前の人が机の置いてったチラ見しながら時間確認してた。あー分かる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 、あの時計忘れた時の緊張感忘れられない。確かにかすかな希望にかけてコンビニに駆け込むんだよね。あ小学校の事件で父と母の仲悪いことを先生で爆睡してない。ジーク脅威の子、面接の時にノックして入ったら呼ぶので入ってこないでくださいって受験週間前に右手骨折、前セカンダーホールですね。約束してた友達が先に行ってた。遅れたわけではないんだろうけどもさ、あなたを待ってるせいで私遅れたらちょっと不利かもしんないってなって行く気持ちは若干わかるね。てか受験会場に友達で行くんだね、絶対嫌なんだけど。カンニングシートパンツの中に突っ込んでたら取り出せなくなった。カンニングシートで得られる点数ある受験で、あ年後とかギリかもね。あ自分の席がないなと思って周りの生徒に見られてなんか一人でずっと探しとったら違う教室だった。あ俺ちゃんと自分の席なかったことあるわ。当院のテストでなんか当院ってやっぱすごい科目によってクラス変わるから机が足りないみたいなことも結構ザラにあって、机どうしようかなって相談することもできず隣の教室に行ってこの机は取っちゃっていいのかな、まあどうでもいいかみたいな感じで机を盗んできてなんかみんなに見られながらさ、素でお前の席ねえから状態だったんだけど満員電車で痴漢された。あぶなんか受験期って増えらしくて、受験がある以上さ痴漢されたからってさ、痴漢でって言ったらさ警察とかねさなんかいろいろ取り調べみたいな感じになっちゃって、あの受験に遅れちゃうじゃないですか。だから受験に遅れちゃうから痴漢に対して無抵抗にならざるを得ないっていう状況があるらしくて、そこで痴漢が増えるっていう情報をラランドさんのラジオで言ってました。なんか聞けば聞くほど男って聞いたら、あ終わりました、どうやったでしょうか、これから受験大変かもしれませんけどね、受験を乗り越えて一人暮らしを始めたら本当に僕のようにねこんな楽しい人生が待ってますからね、皆さんぜひとも受験頼むって。それでは今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価、TikTok で気に入ってください。世界が恵みます。誰か今度の同じ7世界の時の検索機構絶賛発売中で概要欄をチェックして7個チェックするとインスタグラムは見るまでポン。それではまた明日も見てくださいね。チャンケボー。